こんにちは、吉田さん。ブレない方法ね。じゃあ私はあえて逆でですね、ブレて OK みたいな話しましょうか。なんかね、ブレてるからできないとかっていうふうに考えることもできるんですけども、そのね、ブレ幅ってどんなに正確にやっても出てくるんですよ。いわゆる誤差ってやつですよね。多くの方がブレてると思ってるそのブレっていうのは誤差の範囲でしかないんで、いやそれブレのうちに入んないですよ。そのぐらい気が散って当たり前なんで、そんなことを気にするからできないんですよ。要するにブレてることを気にしすぎてもっとブレるみたいな感じですよね。カイジの平均台ですごく高いところで平均台渡るじゃないですか。じゃあちょっとした揺れを戻そうと思ったら大ブレになってどん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 揺れていくみたいなね。だそうならないように低いところに乗ってるようなマインドセットで、もう多少ブレてもへっちゃる台はポンポンポンみたいな感じで進んでいけばいいんですよ。で、大してブレてないと思うんですよ、人はね。で、もっと言うとブレてるんじゃないかなってことにこだわるから、そっちの思いのが強くなって、いわゆる余計なことを考えて進めなくなってると私は思うんで、細かいこと気にせずに突っ走ってまずやってみろよ、1000本1万本みたいなね。ブレていいからそのままやれよみたいな感じですよね。そもそも人ってブレるんですよ。言い方ですよね。だから私もだからアフィリエイトだけずっとやってて、アフィリエイトにブレないかっていうと、今アフィリエイトほとんどやってないわけですよね。ASP のアフィリエイトやって、自己アフィリエイトやって、アフィリエイトセミナーやって、そして、オプトインアフィリエイトやって、プロダクトローンチ自分でやってみて、 YouTube に変わってきて投資やってみて、もうじゃあ久保さん一体何やってるんですか。見るためにやること違うじゃないですか。言うこと違うじゃないですか。違う、ブレてるんじゃない。あのね、自分は成長するために言うことが考えてること変わって当然なんです。これをブレてるって言ったら10年前と同じことをやれってことなんですかって話になるんですよ。だからブレて OK、 誤差の範囲ですと。そして風向きが変わったら自分の身の置き方も変えていかないと目的地にたどり着かないですよと。風向きが変わったのにこの、ね、ヨットの方をね、同じ方向に向けてゴールにたどり着くんですか、遭難しますよというふうなね、言い方もできるんじゃないかなと。まさにこういう考え方が受信力かなと思います。吉田さんもね、さすがですね。ブレない方法、同じことを何回も聞く、私は大体ね、1回聞きますね。1回聞いて終わりですね。1回聞いて印象に残ってることが自分とマッチすることだと思うんですよ。で、1回聞いて何も印象に残んなかったら自分で受け取る力量がないということなんで、次のコンテンツを聞きに行きます。そして私ね、倍速3倍速で聞くのは何かというと、すごい速度でやることの中で瞬間で捉えるものだけが私にとって宝だと思ってるんですよ。ただじっくり聞かないと分かんないことって、所詮でも自分には縁のないことだなって私は思うことにしてるんですよね。そもそも時間をかけてできるんだったら10時間100時間1万時間かけてる人が勝つってことになりますけども、多くの方は一つのことに時間をかけるんじゃなくて、その数稽古って言ってとりあえず何回も当たるってこと、あ、同じか、同じですね、同じだザッツ同じ、イエーイ、いってらっしゃい。